はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少しジャイアンツの影の部分というか、影のヒーロー、影の立役者というところに、フォーカス、焦点を当てていきたいと思います。やっぱりですね、メディアであったりとか、まあいろんな僕の動画のね、内容もそうですけども、やはり打った人とか抑えた人って取り上げがちじゃないですか。うん、ジャイアンツで言ったら、まあ先日で言ったらね、菅野さんであったりとか、まあ岡本選手であったりとか、まあ坂本選手とかね、まあやっぱり今で言ったら丸選手とか、やっぱりそういう目立つところというか、うん、なんて言うんだろう、すごく目に見えやすいところってやっぱり取り上げがちじゃないですか。まあそこはね、僕もね、反省すべきところなんですけども、今日はちょっと、企画というかちょっと変えまして、影の立役者というか影のヒーロー、今ねジャイアンツまあその2位というところにつけてますけども、一体この人がいなかったら2位じゃないんじゃないかとか、この人あんまりこうフォーカスというか、取り上げられてないけど、ほんまはめちゃくちゃ貢献してるよみたいな選手をちょっとね、今日見ていきたいと思います。で、ぜひですね、ジャイアンツファンの方であったりとか、影の部分というかね、やっぱり縁の下の力持ちみたいな言葉も日本にはありますから、そういった選手のことをね、ぜひね、知っていただきたいと思うし、やっぱりこの選手ってあんまり例えば試合出てないかもしれないけど、少ない、チャンスというかね、少ない機会かもしれないけど、めちゃくちゃ大事なんやなってちょっと皆さんに思ってもらいたいなというふうに思っております。はい、じゃあですね、今日はですね、4名の選手を、ジャイアンツの選手をね、紹介させていただきたいと思います。ピッチャー2人、野手2人を見ていきたいと思います。はい、まずじゃあピッチャーから見ていきましょうか。まあやっぱりピッチャーの貢献度っていうのはね、やはり大きいというところで、2人いますと。まあサムネイルにもなってたんでね、ちょっと分かってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけども、はい、ピッチャー2人、高梨投手と船迫投手ですね。右の変速と左の変速というところで、非常に素晴らしい活躍をしてくれてるというところ。ちょっと成績見ていきたいんですけど、高梨選手、33試合投げておりまして、防御率が 1.82。素晴らしいね。で、3勝1敗。19ホールド。で、22ホールドポイント。で、WIPに関しては 0.93 というふうになってます。まず、まあ、高梨さんからなんですけどもね。まあ、やっぱり、まあ、もう、ジャイアンツに来てくださってからですね、もうずっと投げてくれてると。本当に、去年なんかはね、もう、どこで投げさしとんねんみたいな場面でも投げてくれてました。で、今年に関しても、まあ、買いまたぎであったりとかね、そういったところもやって、くれたりとかね。もう、すごくね、なんて言うんだろう。チームに貢献、するんであればね、僕はもうどこでも投げますっていうような、もう姿勢がね、もう滲み出てるんですね。まずね。で、まあ、その投球内容に関しても、やはり、その、左のサイドハンドというところで、対左に対してね、左バッターが続く場面で、登板、したりすることが多いですと。ただしかし、高梨さんの場合は、シュートボールであったりとか落ちるボールもあるんで、右バッターも非常に打ちにくいというような投手になってます。だからまあ左専門でね、投げに行くことはあるんですけども、まあ右バッターが来ても非常に打ちにくいピッチャーになってるし、まあ、フォアボールを出したりっていうのが、少ないピッチャーなんで、まあ、自滅したりとかね、そういったところは、まあ、限りなく、低いというところがありますから、そういったところで、めちゃくちゃ重宝されてるというか、めちゃくちゃ重要な、ピッチャーなんでね、実はね、実はというか、あんまりフォーカスされてないかもしれないけど、めちゃくちゃ大事。うん。こっからね、すごく、厳しい戦いが、繰り広げられてる、あげると思いますけども、非常にこっからね、高梨さんの重要度というか、この貴重さみたいなところは、どんどんね、上がっていくんじゃないかな、っていうふうに思ってます。で、二人目の船場様投手なんですけど、成績見ていきたいんですけどね、36試合投げれて、1.98 防御率。で、4勝0敗。で、14ホールドポイント。じゃあ、ホールド。で、18ホールドポイント。で、ウィップに関しては 0.91 となってます。で、この船場様投手、素晴らしいね。本当に。いろいろ素晴らしいところあるんですけど、僕が見てて思うのは、
投げっぷりというか、負けん気というかね、すごいんですよね。皆さんももしかしたら感じてらっしゃるかもしれないですけども、やっぱり先ほどの高梨さんもそうですけども、この船場さんの投手もね、やっぱりピンチの場面でね、登板することってめちゃくちゃ多いわけですよ。やっぱ先発と違ってね、急に行ってくれ船場様高梨みたいな感じでね、呼ばれるんで、いきなりね、ピンチの場面って多々あるんですよね。ただ、この、まあ、高梨投手もそうなんですけども、この、船場様投手っていうのは、特にですね、多分ね、僕は、被ってないし、入団期がね、入団の時期が被ってないし、喋ったことはないんですけども、もうそのマウンドさばきというか、マウンドでのこの表情とか、いろいろね、見てると、めちゃくちゃ負けん気が強いんやろうな、っていうふうに思います。どういうことからわかるかっていうと、例えば、顔つきもそうですし、例えばこう、キャッチャーのサインに対して、遠慮なくで首を振ったりとか、うん。投げ終わって、ガッツポーズの仕方であったりとかね、もうすごく、あ、負けん気が強いんだろうなっていうのがめちゃくちゃ滲み出てるんですね。でもやっぱりリリーフピッチャーっていうのはめっちゃ大事だと思うんですよ。やはりこんだけね、ピンチの場面に行くわけですから、やっぱりこう、おどおどしてたら、あーどうしようどうしようとか思ってたら、やっぱダメなわけですよ。やっぱりこう、かかってこいやと。俺の球打ってみいや、みたいなぐらいで行かないと、やっぱり飲まれるわけなんで、そういったところで船場さんの投手って、めちゃくちゃそのリリーフ向きというか、性格も含めて、リリーフ向きなんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、船場さんの投手の投球なんかを見てても、スライダーっていうところはやっぱり非常にいいですよと。コントロールいいですよね。減点ボールというか、減点能力ってよく言うんですけど、アウトコース低めに投げる、能力を減点能力って、その昔ね、野村監督がおっしゃってたんですけど、その減点能力が非常に高いと。精度がめちゃくちゃ高い。やっぱり、一番、どこが打たれにくいって言われたら、アウトコース低めって難しい球だよっていうふうに言われてるんで、そこに、まあ、どれだけね、正確にというか、どれだけ、確率高く投げれるかっていうのは、ピッチャーですごく大事な能力だと思うんですけど、そこがね、非常に長けてるというか、めちゃくちゃその、コントロールがね、しっかり特にアウトコース、右バッターのアウトコースというところに関して言えば、もう本当にね、スライダーとまっすぐの出し入れっていうところは、めちゃくちゃいいので、非常にね、右バッターからしたらめちゃくちゃ打ちにくいんちゃうかなと思うし、で、かといって、アウトコースばっかりかって言われると、インサイドにね、シュート系のボールを投げたりとかする、時もありますから、非常にね、僕右バッターなんですけど、一番嫌やなっていう感じはすごくするんで、うん、非常にね、いいピッチャーだし、リリーフ向きのピッチャーだなというふうに思います。じゃあね、次、野手二人をちょっと見ていきたいと思うんですけど、野手に影のヒーローなんているのって思われた方、実はいるんですよ、影の立役者が。本当にこの人がいなかったらこの位置にいないなっていう風な選手ね、二人いるんですよ。ちょっと一人目いきたいんですけど、まず小林選手ね。はい。小林選手全然打ってないよと、全然試合出てないよっていう風に思われた方、違うのよね。本当、今のね、菅野さんの成績、貯金8かな ?8 作ってんのか、すごいよね。でもこれって、まあ、菅野さんの一人だけの成績では間違いなくないわけですよ。で、やっぱり今年ね、菅小葉復活しましたよね。菅野選手と小林選手のバッテリー復活しました。うん。で、まあ、菅野選手の状態がいいっていうのはもちろんね、一番あると思うんですけども、やはり小林選手のね、この献身的な姿っていうのはね、非常に素晴らしいなと思うんですよね。で、成績見ていくとね、34試合、打率1割5分7厘、1ホームラン、6打点、OPS448 というふうになってます。この成績見ると、おいおい、全然打ってないやないかと。全然活躍してないやかっていうふうに思うじゃないですか。ただ、出場機会もね、今まあ、菅野さんが投げる時のね、まあ、だいたい1週間に1回ぐらいになってますけども、その1週間の 1回のその試合の貢献度が僕素晴らしいと思うんですね。で、打率見たら確かに1割5分7厘、全然打ってないなって思うけども、タイムリー打ったりとか、エンドランを決めたりとか、まあ、非常にね、チャンス強い打撃って僕、結構してくれてると思うんですね。で、その上で、守備でもね、盗塁をさせてくれたりとか、配球もね、落ち着いて配球してますし、あうんの呼吸というかね、菅野さんもね、もうあんまり首を振らないと、もう政治に任してますよ、というようなね、呼吸がありますからね、バッテリーのその、なんていう相性みたいなものもありますから、非常に、これがね、例えば岸田選手だったらとか、大城選手だったらって考えたら、
わからないじゃないですか。そこまで買ってるかわからないし、まあもしかしたらね、それ以上に買ってるかもしれないですけども、やはりあれだけの相性っていうのはなかなかね、ないと思いますし、長年ね、やってきて、まあ同級生でいろいろ腹割って話してきてっていうのがあって、今の関係性というかね、相性があると思うので、そういったところで僕はね、菅野さんがこんだけ勝ててるのは小林選手の影響もね、すごく大きいというふうに思って、影の立役者一人目というふうに選ばせていただきました。はい、じゃあね、最後、野手の二人目、影の立役者というところを見ていきたいと思うんですけども、これはね、実はね、若林選手、非常にね、途中入団ね、してきてくれた選手ですけども、僕はね、非常にでかいなぁというふうに思ってますと。はい、成績見ていくとね、22試合で1割8分4厘、1ホームラン、6打点、OPS547 というふうになってます。ちょっとね、まだ活躍できないんちゃうかっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないですけども、非常にね、そのレフト争いというかね、レフトが穴だと言われてました、正直、巨人はね。うん。センター丸、センターヘルナンデス、ライト丸というところは非常にいいんだけども、レフトがね、ちょっと弱いね、ショートとレフトが弱いねってずっと言われ続けてきました。ただ、そこで松原聖弥選手という素晴らしい選手を、まあ、西武に放出しまして、まあ、代わりに若林選手が入ってきてくれました。まあ、そのパンチ力もありますし、足もあると。で、特にやっぱり、パンチ力もね、非常に魅力的ではあるんですが、僕はやっぱり足を使ったプレーっていうのがすごく魅力的だな、というふうに思います。ファインプレーであったりとかね、普通に難なく取ってるけども、足が速いんで、足を使って、取れてるので、簡単なように見えますけどね。例えば、それ以外の選手が守ってたとしたら、もしかしたら若林選手が取れてる打球が抜けてるかもしれないし、っていうところが多々僕あるんじゃないかなというふうに思うので、ただ、打撃成績だけでね、わからないような貢献度っていうのは非常に大きいと思いますし、代打からもいける、守備からも入れる、走塁からもいける、この、高いレベルでね、やれてるこの若林選手っていうのは非常に素晴らしいと思うし、最近少しスタメンの回数がね、減ってきたところはありますけども、でも本当に、途中入団してくれて、ありがたいなというふうに思いましたし、非常にね、爆発力というところ、野性味というところもね、非常に魅力的な選手であると思いますんで、ここからね、非常に厳しい時期が続きますけども、絶対貢献してくれるだろうなというふうに思うし、非常にね、入ってきてくれてよかったなというふうに思える選手だと思います。はい、てな感じでですね、今日はですね、影のヒーロー、影の立役者というところを見ていきました。やっぱりね、僕もね、反省すべきとこあります。やっぱり打った人、抑えた人を、この YouTube チャンネルでも多く取り上げさせていただくことが多いんですけども、やはりね、やっぱり、本当の生粋のジャイアンツファンからと、すればですね、影の人もね、やっぱり取り上げてほしいよと。うん、影の選手のこともですね、知ってもらいたいよというところで、今日はね、このような企画をさせていただきました。はい。まあ皆さんにとってもね、いろんな影のヒーローっていうのはいると思うんですけども、僕にとってはね、この4人っていうのが非常に、影でね、縁の下で、しっかり支えてくれてるから、ジャイアンツが今、この位置にね、いるんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。